一人で稼ぐシリーズもまだ10日にはなってないんですけども、1週間を過ぎました。で、第1話で新野清春くんがね、自分も稼いでいきたいんだっていうことを表現してくれたんで、私は稼ぐ方法を1週間動画で伝えてきました。ただ喋っただけです。で、売上10万円のものが売れたよっていう報告をいただきました。その報告の興奮の内容はですね、動画説明欄に貼っときますのでご覧いただければと思いますけども、これね、売上を作れる人と作れない人の差っていうのは本当簡単なんですよ。ネットビジネスで稼げる人と稼げない人って非常に単純で、それはですね、売れてない人、稼げてない人ってそもそも商品ないでしょ、ね、商品ないんですよ。で、商品がある方でも3サイズの設定してないんですよ。無料か低価格の商品で、数万円の商品、何十万円かの高額な商品、この3パターンを持っていなければ商品は売りにくいです。とりわけこの3つのものを持っていた時って真ん中のものがよく売れるんですよ、うん、ですので、この商品を持っているってこと、持っていないかってことで、まずは自分の売り上げが上がる上がらないってことを判断してみてください。もう一つはセールスしてないんですよ、結局は、ね、商品持っていたとしても買いませんかと、いくらですよと、目の前の人からお金をもらうのがビジネスなのに、その行動をやってなければいくら商品持ってても、いくらいいサービスを持ってても売れるわけないんですよ、うん、だからきちっと、これは30万円ですよ、これは5万円ですよ、これは1500円ですよっていうふうにお話しすることを自分の会話のオチとしていつも持ってないといけないんですよ、ビジネスマンならね。だってセールスしないビジネスマンっていますね、保険のセールスマンが保険を売ってこないことってありえます？ NHK の集金の人が NHK のお金くださいって言わないことってありえます？みんなビジネスって最後には買ってください、お金をくださいっていうのがセットなんですよ。だからビジネスで売り上げが上がらない人ってこれやってないんですよ、それだけなんですよね。で、今回1週間のやり取りの中で言われた通りやりなさいよって言ったのは商品を持つこととセールスをすること、それ以外は何も喋ってないんで、動画のやり取りはすごくシンプルなんですよ。だってそれ以外稼ぐ方法ないですし、それ以外のことをやっても稼ぎには直結しないですからね。ごまかしてもダメなんですよ。商品持っていること、そしてセールスをすること、これを日々のルーチンに組み入れていって、商品が売れないとしたらもうあなたはビジネスやっちゃダメです。で、やってないんだったらやってください、ビジネスやってもいいです、ただこれだけです。それではですね、動画説明欄から興奮のメッセージをご覧ください。合宿が売れたそうですよ、10万円の合宿が。いいじゃないですか、合宿ね。合宿に同行する方もしいたら、人数どんどん増やしていけばいいと思いますよ。なんとか監督合宿ですけども、ね、同時参加される方、もしくはライブ放送を見たい方、合宿の内容を動画で通りますので、その動画が欲しい方、またセールスの幅広がっていきます。頑張ってください。